いや、なんか性格変わりそう、心が洗われる。うわー、本当このシート疲れねえ、ないですなんかリね。ビングのシートと同じぐらい。いや、で、足元もこれソだけファだはっっきり大てこきいんな上と。等なソファ今最近は少ないですよ。いいサイズですよね。ここも綺麗だスピード出す気にし。ありゆっがとたうごりざ乗っいてるまとスピード出す気にならない。3.8リッターだからトルクはありますしね。本当にいい車ですよね。でパワーシート、パワーリクライニング。わあ。で、え、最初からついたんですか？90何年にこれニュージーランドでレッスンするときに多分つけたんです。ああ、そういうことですね。ですよね。そうだ そね。の年代でついてたらすこのご時いですがよね。だったらパワールウィンドウにしてもいいんじゃないって。どでかいの、昔、ミツバかなんかの。え、どういうことですパワか？ー、こういうのがついてガチャンってやると、パワーウィンドウのオプションでこんなでかいのがね、ついてるので、プラスチックのチャチーね。チャチースイッチなんですよ。これいいですね。それ見えないです。リフトレバーとウィンカーレバーが多分あれが同じでもって負け方違うだけなんじゃないか。動くかがウィンカーレバー。自分だったらこうするなっていうのをみんなやってやる。そう、先回りして全部やってやることない。ブレーキがこうこうとかない。リスクがついてて、あ、ついてんじゃんって。あ、本当だ、すごい。で、次にそのエアバルブキャップ、あ、ジャガー売ってんだと思ってピッて見たら、初めからこれがついてた。これですこれこれ、ね。あ、ついてた。で、電動ファンでかいのつけなきゃいけないなと思ったら、ついてたし。すごい、至れり尽くせりの。トランク見せてください。魔法のように。お止まった。すげえくだらないけど、で、電電虫みたいな、折れちゃった。で、こいつをこれごと交換で、で、全部塗装を緑と中黒にしてもらって、これだけで結構高かった。あ、塗装代そっかそっか。ここも塗装したんだ。全部同じ色でもいいよっつって、あ、いいですかっつって出したんだけど、塗装屋の方が気にしちゃって、渦巻き型のあれバネのね、黒にちゃんと塗ってくれたんだ。なかなか出ないんだよこの部品がっつってた。あ、そうですか。英国車はパーツ不自由しないからいいですね。塗装代がやっぱちょっとかかって。え、じゃあ部品代よりかかっちゃったところですか？この車って今まで部品代よりも工賃の方が高い。で、一番すごいのはあれです。ふざけやがって、ふざけやがって。これは新品で4000。はい。あ、それぐらいで入るんですか？これを取るのにラジエーター外さなくちゃいけない。で、そうなんですか？そういえばネジがないもんね。そう、これね、本当だ。他のマーク2は多分取れるんだけど、こいつは取れないんだ。だから、ラジエーター外してなんだかんだ言って、結局、2万3000取れた。4000円に2万3000円で取れた。どうしようもないから。あ、本当だ。これ取って、なんとかってやって、初めてこれ外したとか。ロッサー駅のこのモーターが回らない。これも買えないし。あれはなんかミニ用だとか、ミニ用で十分じゃないか。車検の時だけですよね。私も取っちゃってる。ああ、そうですか。変色するから、劣化するんで。あ、そういうもんなんですね。車検の時だけつけた。へえ。普段雨の日乗らない車だとつかないですよね。掃除するの失敗して中のなんだこれ反射板が、こんな曇っちゃった。剥げちゃった。精製水でぐわーってやるだけでよかったのに、そこになおかつアルコールいっぱい突っ込んで、錆止めように。それがね、良くなくて。で、これはヨーロッパ仕様のエッジ号だから、日本のエッジ号も LED つかないんで、アダプターまた間につけて。ここもつけたんですか？これ、これがワンセットになってて、バンパーに挟み込むタイプ。あ、で、中に自分で買ってきたのゴム板貼っつけて挟む。ある人に、ね、ジャガーのクラブオーナーの人があげるよって言ってかっこいい。そうです。これスコットランド。これは結構ヤフオクで買ったやつも、それはエリザベス女王の戴冠記念のやつで、それも普段売ってますよ。売ってます？みたいな。おお、え、かわいい。これ結構有名なクラブにして、はい、ドッグハウス。え、これはジャガーのクラブなんですか？イギリスの、要は家の中にいらなくて犬小屋の生活するような。なるほどね、洒落てる。クレーマ基地外のスタッフ。これはだからシックで素敵。こっちは、本当だ。つける場所がね。すごいね、日曜日の
イチョウ並木。おはようございます。おはようございます。 あれだ、中年と中高者なんです。あ、そうです今日はプライベートなんですけど。あ、そうですか。はい、あ、実物初めて見た。ありがとうございます。アイリーさんですね。はい、アイリーです。ありがとうございます。いつも見てます。ありがとうございます。1、2、3、4、5、6、7台。おー、手で動かしてる。800。博物館レベルの車で。ただ、ケータハムと対してあんま変わんないと思うみたいな。同じ感じですね。これ1958年。これ押したら出るんですか？そうです、そうです。で、いいですよ、押したら。こう。おお、これで引くんだ。そうです、そうです。で、引く。へぇ、買った時からこの状態なんですよね。ノーマルの場合って、ホロがつくんですか？つきます。え、ハード？いや、あの、ホロが。あ、そうなんですね。こんな車あるんですね。平面的ですからね。ねえ。え、何ですか？買った時ね。はい。あの、まあ、個人売買で譲っていただいたんですけど。はい。あの、岡山で取り行ったんでね。岡山まで。交渉しに行くって言ったんですけど、はい、ローダーの交渉しに行くから、もう完全に持って帰る気満々で、完全に持って帰る気満々で、持って帰る気満々で、向こうも断れないでしょみたいな。そうそうね、受け継いでくれる方がいてよかったですね。その意味なんか結構大変でしょでみたいな。全然ポルシェ、ポルシェ超いい子、あの年代のポルシェでもいい子になっちゃう。一応あの時チャンピオンだったんですけどね。ねえ。で、H1 ニアバルトっていうののエンジンが乗ったんですけど、キャブレーターなんで。うん。結構暑いですか、後ろからの。すごい暑いです。熱風が後ろから来るんです。え、トランクは前ですか？トランクはないです。ないんですね。これは何ですか？これは燃料タンクとかが。あ、そっか。はい。スペアタイのスペアになった。すごい味がある。手作り感がすごくないですか、ね、手作りなんですよね。あ、でもこれちゃんと止まるんですか？一応ポルシェが普通の車に見えるので言ってますこれ見るとね。すごい、ギャップがありすぎる。さすがアバルト。これがアバルトのいいとこですよね。すごいね。閉めます。おー、合ってないですね、タコメーターは。素敵な車が。今何時だ？8時半前。すごい台数集まってきて、もう取り切れません。帰ります。